久保さん、今回、与沢翼さんにしましょうか。前ね、なんかの動画で、なんかフェラーリも乗れない人生ってつまんなくねみたいな、なんか、なんかそんなことぼやいてたんですよ。な,なんか、かなり昔のあれなんですけどで。最近ね、僕ね、ちょっとフェラーリをね、あのチェックしてるんですよ。フェラーリを。<laughs> フェラーリをが必要なのか、欲しいのかっていうわけじゃなくて、なんかね、その与沢さんの言葉がすごく引っかかってて、 あの実用性的に言うと、まあ、久保さんもキットを実用性あるかっていうと実用性ないから毎日乗らないわけじゃないですか毎日乗ってるのは実用性があるセルシオとか多分実用性があるもの乗ってると思うんですけど僕もじゃあフェラーリを買って毎日乗るか実用性があるからそれを使うかっていうと使わないんだけどもなんかその言葉がねなんか人生1回だから。 フェラーリぐらい乗ってみてもいいんじゃないかな、買ってみてもいいんじゃないかなっていうのは最近この、まあ僕、明日で40歳になるんで、ちょっとね、考え方が少し変わって、また、また頑張ろうみたいな。じゃあフェラーリ買うためにはもっと頑張らないといけないなっていうような、なんかそういう気持ちにさせてくれる言葉なんですよね。で、もし手に入れて、まあそれが良かったら保有するし、まあ、いらなかったら売ればいいし <laughs> で、とりあえず買ってみたみたいな。動画も撮れるしね、そしたら。 で、フェラーリでいろんな企画もまたできるだろうし、面白いだろうなと思って。そう。そう。ドリームアカデミア塾長フェラーリ買うっていう。いや、やっぱね、なんかその夢があった方がいいだろうし。<laughs> うん。なんかまあ、40歳になってまた、ね、久保さんは40からネットビジネスを始めて、こうやったわけなんで、まあ僕はいろいろもう、なんかある程度到達して40歳になってる部分があるので、久保さんに比べるとですよ。久保さんに比べると、 うん10年早いんで、なんで、まあ、この10年でど何手に入れるとか、どうしようかなって、まあ、いろいろ考えてる、考えること。まあ、要は40歳って僕の中では人生の,その分岐点に来たなと。80まで生きるとしたら、まあ、40ってもう分岐点じゃないですか。平均寿命80ぐらいだと思うんですけど、もう本当分岐点まで来たんで <laughs>。うん、なんか最近、フェラーリすげえ見,見るようになりました。今まで、 今までね、ランボルギーニいいなと思ったんだけど、やっぱね、まあ、フェラーリはやっぱ思い出もあるので、ね、東京にいた時の <laughs>、フェラーリの思い出もあるので、僕が買ったらどうなのかな、みたいな。で、あの時に、まあ、久保さんもね、見たと思いますけど、やっぱあの時、熟成さんの感動ですよね。まあ、僕は裏方でそれをまあ、動画撮ったりとか、まあ、案内とかしてたんだけど、まあ、熟成さんのあの、目をキラキラさせて、こう、見てたね、 あれっていうのが、まあ、僕も裏方でこうやってて、うん。まあ、いろんな思い出ありますから、あれはあれで。だから、なんか、ランボじゃなくて、やっぱフェラーリの赤かな、みたいな、ね、<laughs> 本当に、わ <laughs> かりやすく <laughs>。で、最近ね、その、なんか、あのフェラーリの、あのなんか295だったかな。あのフェラーリもね、あのエコになってきたんですよ。 すごいだから燃費もね、EV と混ざってきてるんですよね、今の車は。では、まあ、もう規制で作れなくなったっていうか、フェラーリの295、しかもこれね、6気筒エンジンなんですよ、296か。フェラーリの296ってやつがあって、これ、6気筒エンジンで、まあ、結構ちっちゃいんですけど、まあなんか実用性ありそうだなみたいな。で、まあ、オープン,オープンもあるんですよ、これ。 フェラーリの296っていうそうこれは多分あの今年に入って発表された新しい車なんですけどそうフェラーリの 296GTS かな GTS がオープンになるのかなうんはいこれちょっとみ見てましたね <うん S 1> 6気筒エンジンだけども 3000cc の6気筒エンジンだけども 800馬力ぐらい出るみたいな。だもうモーターもね、電気のモーターもあって。うん。これ結構なんか、小回り聞いて、なんか良さそうだな、みたいな。うん。っていうのを最近見てますね。フ <laughs> ェラーリ。うん。そう。まあ、とりあえずなな、なんかね、なんかまあ、死ぬ前にこれはっつうのは、なんかね、あの、なんだろうな。 目標と目標というか、なですかね、なんか、この山登ったから次この山みたいな感じですよね。富士山登ったから今度エベレストみたいな。うん、やっぱ同じ山登ってるとはっきりる部分あるんで、うん、まあ人生は暇つぶし言うから、その暇をね <laughs> どうどう、どう乗りこなしていくかですよね <laughs>。暇な人生もフェラーリ1個あったらちょっとなんか、 俺もなんかやったなってな,なんかね <laughs> そう分かりやすいしねフェラーリって。うんはい、ということでいってらっしゃい。